手の名前は大川亮介。見ての通り社畜だ。俺には実は家にずっと引きこもっている双子の弟、雄太郎がいる。本当に俺とそっくりなんだ。まあでも部屋からずっと出ないってわけでもない。引きニートってやつだ。中学生の時に好きな子に告白、振られてしまい、そこから逆恨みして、付きまといなどをしてかなりこっぴどく怒られた。両親も謝りに行ったのを覚えている。そこから学校にも行かず、就職もしなかった。俺は悪くなかったのに、あいつが付き合ってくれないのが悪いんだ。と成人しても言い続けてるぐらいだ。わかったから、とりあえずバイトでも始めてみろよ。うるさい。兄貴はうざいんだよ。何を言っても無駄。でも両親は甘やかしまくる。ゆうたろうちゃんはまだ傷ついてるのよ。そっとしておいてあげてよ。もう30だよ。それより家に入れる金を少しあげてくれないか。弟は働かせないくせに金は使いまくる。ゲームの課金にカードゲームやおもちゃ、やめろと言ってるのに両親がお金をあげてしまう。貯金もなくなってきたとか言っていた。月4万で限界だよ。俺だって生活があるのに。じゃあ一人暮らしやめて戻ってきたら、そしたら家賃分ゆうたろうちゃんにあげられるじゃない。本気で言ってんの？こんな調子だから絶対実家には寄りつかない。それに昔から弟は何だって俺のものを欲しがった。兄貴ばっかりずるいって。作った工作やプラもおかずまで、両親もお兄ちゃんなんだからって止めもしない。本当に弟にも両親にも飽き飽きしていた。それから半年後、俺は付き合っていた真由美と結婚した。引きニートがいるって言っても真由美は何も言わなかった。あなたとは別だもの、結婚に関係ないわ。ありがとう。弟は結婚式にも来なかった。真由美は稼ぎがいいし、会社の社宅に住むことに。しかし席を入れてから嫁は豹変した。ただいま、買い物してきたよ。日々の買い出しでスーパーに行くのだが、それだけで嫉妬丸出しのブチギレ。スーパーのレジ打ちは女だった？え、おばさんだったけど。ふざけんな。私以外の女と話したの？浮気だ浮気だ浮気だ。は？それだけじゃない。社宅の自治会で話し合いに出ても女性がいればブチギレ。ドラマの女優を見ているだけでブチギレ。その度に暴言の嵐、謝罪を要求。この女のことをやらしい目で見てた。浮気だ、謝ってよ謝って。ドラマだよ。言い訳すんなよ。俺は半在宅で仕事をしているのだが、その間にも女を連れ込んでいると妄想に取り憑かれていた。今日は誰を家にあげたのよ。誰も来てないよ。嘘つかないでよ。大声は社宅中に響いていることを嫁は知らない。社宅内の自治会活動も任されているので、外に出るたびこの社宅に住む人に心配された。大丈夫？また夜騒いでたわね。いやいや大丈夫っすよ。よく立ち話もするので、長く住んでいる人から最近引っ越してきた若い夫婦まで仲良くなった。なんかあったら大声で叫ぶのよ。そこまでは。そう言ったものの、俺はもう限界に達していた。頼む、離婚してくれ。はあ？何言ってんの？私はまだ愛してるのに。それに世間体があるでしょ。なんだかんだ言って嫁は応じてくれない。嫁曰く俺の顔が大好きと繰り返すので、ふとあることを考えた。俺の顔がいいなら弟でいいんじゃね。そんなうまくいくわけないと思いつつ、俺は弟と嫁をくっつけることにしたのだ。俺は今月のお金を持っていくため実家へ。弟は相変わらずゲームをして部屋に引きこもっていた。そこでわざとらしくのろけてみた。いやー、真由美はさ、稼ぎがいい上にちょっと嫉妬深いのがまた可愛いんだよ。俺にはもったいない嫁だ。へえ。弟で昔から俺が大事にしているものに限って持っていくやつだ。ニヤニヤしていたからきっと嫁をロックオンしたのだろう。今度うちに来いよ。真由美も来てほしいって言ってるよ。じゃあお呼ばれしようかな。その週末、弟がうちに来ると嫁はびっくりしていた。すごい、そっくりじゃん。だろ。親族顔合わせにも結婚式にも来なかったからな。仲良くしてよ。もちろん。あ、酒足りないじゃん。俺買ってくるよ。それから適当に弟をうちに招いたり、実家に夫婦で行ったりした。さりげなく二人きりになるように仕向けていると、自然とそういう関係になっていった。俺が買い物や仕事で外に出て、戻ってくると明らかに二人はニヤニヤしていた。俺は気づかないふり。でも部屋には隠しカメラを仕込んだ。これで証拠もバッチリだ。束縛魔と引きニートって、ある意味理想の関係だと思うしな。嫁と弟が関係を持って3ヶ月ほど経った頃、俺は満を持して離婚を切り出した。俺はもう必要ないだろうから、二人
人で幸せになってくれ。あなた不定をしているのに受け入れてくれるのねと勝手に感動している真由美。すぐに弟も来て俺に何度も礼を言った。ありがとう、ありがとう兄貴。両親にも伝えたようで、不定よりも弟が結婚できることに大喜びしていた。これで雄太郎ちゃんが幸せになれるのね。よし、盛大な結婚式だ。俺の時は質素でいいだろとか言ってたのに。まあこれで家族丸ごとバイバイできるならいいや。それから俺が社宅を出て行き、そのまま弟が移り住むことに。荷造りをし、引っ越しを見に来たヤジウマ、大半は知り合いの主婦たちに、夫婦関係が終わりましたので出て行きます。皆さんお世話になりました。代わりに僕の実弟が住みますので、ヨシナにと挨拶かました。え、弟さん、どういうこと。まさか。察しのいい奥様方、すぐに不定をした上での再婚だと理解してくれた。引っ越しトラックを見送った後、主婦たちの前で俺は悲しそうに言った。じゃあさ、このまま離婚届出しに行って、そのまま転出届も出すよ。うん、そうね。ドン引きの主婦たちの目も入らないくらい二人は浮かれていた。三人で役所に行き、離婚届と転出届を提出で、目の前でしっかり書いて出した。同じタイミングで弟が転入届を嫁の住所で提出。そして別れ際に、それじゃあもう会わないだろうけど、なんて二人に声をかけた。弟はなぜか泣き出した。いつも兄貴は俺に大事なものを譲ってくれた。本当にありがとう。意味のわからないことを言っててバカかなと思ったので、いい笑顔で返した。こちらこそ、いつも兄ちゃんのお下がりばっかり押し付けてごめんな。一瞬ポカンとしてから案の定怒り出した二人。なんだよその言い方。お下がりって。なので俺は速攻タクシーで逃げた。会社から近いところにマンションを借りていたし、実家にも住所は教えていない。これを機に仕送りもやめることにした。すると2ヶ月ほどでお金が振り込まれてこないことにしびれを切らしたのか、母が電話をしてきた。ねえ、お金が振り込まれてないけど。え、もうしないよ。どうして。ゆうたろうも結婚して大変なのに。母から聞いたところによると、本当に豪華な結婚式を挙げたみたい。もちろん両親が全てお金を出した。嫁側は不定の上、俺の弟と結婚ということに激怒し、来てくれなかったそうだ。式代を半分出させるつもりだからかなり焦ったという。なんとか全ての貯金などをかき集めて払ったものの、ゆうたろうちゃんに仕送りができなくなっちゃう。は？結婚したのにまだ働いてないの？やっぱりというか、なんというか、笑ってしまった。嫁が稼ぎがいいと言っても、本当に生活をするに問題ないぐらい。毎日カツカツになり、旅行や豪勢な外食もできなくなる。弟はそれでも働かず、親にお金をせびっているのだ。しかも住居の問題も出てきたとか。嫁と弟は社宅から家族向け社宅に独身は住めないから、家族以外を住まわせるのは規定違反だからと追い出されそうになり、半年後に入籍するからと猶予をもらったそうだ。しかも通常の家賃ではなく、補助抜きの家賃を支払うように言われた模様。例えると、社員が家族で住むなら5万円だけど、そうでないなら補助は効かず、地域相場の15万出せという感じだ。もちろんそんなの払えるわけがない。入籍するまでの差額の10万くらいあなたが払ってよと要求し、弟がそれも母にねだったと。お祝いだと思って半年分あなたが払ってくれない？どんな冗談？そう大笑いして俺は電話を切り、そのまま着信拒否した。産んでくれた親だし家族だしと思っていたけど、もうあんな奴らと付き合っていたら時間と金の無駄。これからは自分のために金を使うことを決めた。それからまた数ヶ月、親戚から電話が来た。久しぶりね、元気？うん、おばさんも。母の姉で娘さんが結婚したから俺がお祝いを送ったので、お礼の電話をしてきてくれたのだ。ありがとうね。それと、あんた自分の実家のこと知ってる？いや、もう連絡取らないようにしてるから知らないよ。どうやら母はおばさんにも金の無心しに来たようだった。今回の騒動を知ってる全ての親戚はうちの家には一切関わらないと決めている。それでも母はおばさんの家に来て泣きながら土下座したらしい。お願い、私たちとゆうたろうちゃんを助けて。やっと幸せになろうとしてるの。何言ってんのよ。今まで凌介に散々お金せびってたんでしょ。それにゆうたろうにもちゃんと働かせなさいよ。不定での再婚なんて応援する気もない。そんなこと言わないで。ゆうたろうちゃんはちょっとデリケートなだけなの。
休めばすぐにいいところに就職できるから。いつまで休んでんのよ。親離れ子離れしなさい。とにかくうちは一切助けないから。お姉ちゃん、恥さらしにも程があるだろう。弟を働かせず金を他人にせびるって何を考えてんだ。それから何度かおばさんのところには来たらしいが、完全無視を決め込んだようだ。私の他にもいろんな人のところにお金をせびりに行ったみたいでね。気をつけなさいね。ありがとうおばさん。改めてあんな家族とは縁を切って正解だと思えた。それから俺は仕事に集中、上司からかなり評価され給料も上がってきた。大きなプロジェクトを任せたいんだがいいかな。はい、ぜひ。大掛かりな仕事も任せられるようになり、少しだけお金に余裕が出てきた。それで車を買い、試しに遠くに行ってみたら思いのほか楽しくて、俺はドライブを兼ねた旅行に行くのが好きになっていった。マンションもセキュリティがしっかりしたところに引っ越した。そんな時だった。見たことのない番号から電話がかかってきた。嫌な予感がガンガンする。もしもし。ああ、もしもし兄貴、俺だけど。弟からの連絡だった。着信拒否にしただけでスマホは変えてなかったからな。公衆電話からかけているのだろうか。俺さ、ちょっと生活苦しくて、真由美のためにもさ、お金送ってくんない？お前まだ働いてないのか？え？だって真由美が働いてるし。じゃあ専業主婦ってこと？家事してるのか？それは女の仕事じゃん。何言ってんの？何でもやってもらえて当然の生活をしていたせいだろう。まるで話が噛み合わない。母さんももう金ないって泣くしさ。そしたら兄貴しか頼れないじゃん。なんで頼って当然、助けられて当然だと思うんだよ。お前ももう結婚したんだから家庭を守れよ。俺は俺なりに守ってるけど。働かない家事もしないって一体どうやって守ってるんだ？いるだけでいい、生きてるだけでいいって母さん言ってたんだよ。俺はきっと弟がこんな風になってしまったのも親のせいでもあるんだろうな。30にもなって何もできない、する気もないって、俺に頼られちゃたまらない。はっきり拒絶しておかなければ。でもその前に、あのな、ゆうたろう、俺たちはもう大人なんだよ。自分で生きなきゃいけないんだよ。嫌でも働いてご飯作ってさ、そろそろちゃんと現実を見ろよ。なんだよ、うるせえな、説教かよ。そうだよ、最後の説教だよ。人に頼る前に自分で何とかしてみろ。黙り込む弟、ブツブツ言いながら電話は切れてしまった。多分自分は悪くないと思ってるだろうな。それから不定のことが会社に広まってしまい、嫁は、いや元嫁は居づらくなり、結局辞めてしまったという。それに伴い社宅も出て実家に移り住んだという。しかし弟は働いていない。両親は貯金もなく年金でカツカツ。元嫁はパートをやるしかなく極貧の生活に陥ってしまったという。ねえ、いい加減働いてよ。何もしないじゃない。やめて、ゆうたろうちゃん怒らないで。何なの、気持ち悪いんだけど。親からちゃんと働かせなさいよ。弟と元嫁が喧嘩し、それを止めようとして母が元嫁に切れて、弟は元の生活に戻っただけだなんて笑っていたが、前のようにお小遣いがもらえなくなり荒れ始めた模様。おい、ゲーム買う金もねえのかよ。ごめんね、もうそんな余裕ないの。ふざけんなよ、まゆみ、金を。ふざけんなよ、あんたに渡す金なんてない。後になっておばさんから実家を売ることになったという話を聞いた。それから4人がどこに行ったかは知らない。どこかに引っ越したか、バラバラになったのか、それとも路上生活でもしてるのか、縁を切った俺にはどうでもいい話なので、深くはおばさんに聞かなかった。俺の方は長期休みのたびに遠出するようになった。今度は海外にでも行ってみようかな。結婚していた時より今の方が楽しい。金もしっかり貯めて趣味にも使えて、きっとずっと独り身だろうけど楽しいし、旅先で友達もできた。自分に辛い思いをさせるようなものは家族だろうがさっさと縁を切るのが正解だと知ったのだった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。